チャートゥッティスズです。今日はですね、じゃがいもを使った簡単にできるイタリア家庭料理をお届けします。水からじゃがいもを入れて火が通るようにこうやって沸騰させてください。そしてこっちはオーブンを180度予熱にしておきます。そしたらバターの準備をします。レンジでチンしてください。どれぐらいがいいかな。レンジでチンしよう。レンジでチンして、昨日買ったハケを、この間買ったハケを使いたいと思います。バターをこの中に入れて電子レンジでチンします。30秒ぐらいチンします。で、こっちのじゃがいもの様子、最後までフォークが入らなくても半分ぐらいで大丈夫です。半分ぐらいになったら揚げてください。どうせ後でオーブンに入れるので、大丈夫です。まだあともうちょっとかな。バターが溶けました。そしたらこれをオーブンプレートに塗ります。前スーパーに行った時に買ったハケが使えて嬉しいです。このオーブンプレートの周りもね、こうやって塗ってください。 OK。 残りはまたじゃがいも入れてから使うので、一旦これはここに置いときます。じゃがいも半分ぐらいが通ったのでザルにあげます。そして火をかけて、火じゃない、反対だ、水をかけて、熱いよな。これじゃがいもの皮むかなくても目のとこだけを取って切っていってください。わあ、これぐらいの厚さにします。そしたらこのオーブンプレートに並べていきます。次もこの目の部分だけ切り取って、よし、よし。そして、よし。熱い。斜めに重なるみたいにできたらね、本当はいいんですよ、こうやって。よしよし。あと2個あるじゃがいも入るかな。皮がポロって取れちゃうのはありますけど、それは気にせず。熱い熱い。ここにイタリアといったらお決まりのパルメザンチーズをお好きな分量をこうやってかけていってくださいね。私はこうパルメザンチーズを使うときはチーズにちょっとね、塩気がついてるので、塩コショウなんか味付けはあまりしないんですけど、もし 塩気が足りなさそうだなと思う方はこの時に塩コショウをしてください。さあ残りのバターもかけます。よいしょ、よし。そしてミルクを加えます。よいしょ、どれぐらいかな。半分ぐらい、このぐらい。
OK。 180度予熱にしてるオーブンに、そうだな、15分から20分ぐらい。よし、このまま15分から20分入れていきます。よいしょ。完成です。じゃがいもとパルメザンチーズとバターと牛乳だけ。お肉の付け合わせとかにぴったりだと思います。今日の夕飯はこんなです。焼き鳥とじゃがいもとキャベツです。ここにミルクソースをかけます。よし、完成です。外はパリパリ、中はふんわりです。で、味が足りない人は全部終わってから塩を足してもいいと思います。